日本ハムからオリックスに FA 移籍した増井浩史俊投手、33が7日、大阪市内で入団会見を行った。背番号17の新しいユニフォームに袖を通し、先発経験もあるがリリーバー希望だったことを明かした。球団からは抑えを期待されている 1.15 年の39セーブが自己最多で、キャリアハイを目指したい。球団記録を超えられるようにと、14年平野の40セーブ超えを目標に掲げた。契約は4年で最大12億円、推定。残りのプロ野球人生を全部出し切って終わりたいと思った時に、4年という時間をもらえたのはありがたいと感謝した。